どうもスプラボーイです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。今、ギアパワーのかけらをいただきましたけどもね。こんなんなんぼあってもいいですからね。言うとりますけれどね。うちのおかんがね、好きな武器があるらしいんやけど、その名前を忘れたらしいねん。そうなんや。武器の名前忘れてまうってどうなってんねん。いろいろ聞くんやけどな、全然わからへんねん。ほんだら俺がね、おかんの好きな武器一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたかとか教えてみてよ。そうやな、射程がクソ長い武器やって言うてた。リッター4系やないかい。その特徴はもう完全にリッター4系やがな。すぐわかったよこんなもん。俺もリッター4系やと思てんけどな、おかんが言うには、塗りもめちゃめちゃ強いらしいねん。おん。こなリッター4系と違うか。リッター4系はね、塗りは別に求められてないし、切るだけでってれば何も言われない徹底的な仕事人かたぎやねん。こなリッター4系違うよそれは。おん。もうちょっと詳しく教えてくれる？なんでもな、メインが強すぎてサブもスペシャルもめっちゃ強く見えるらしいねん。リッター4系やないかい。トラックとポップソナーは特別単体で強いわけじゃないの。でもリッターと噛み合った時、他にはないってくらい中距離や近距離の立ち回りにも貢献してるのよ。リッター4系で決まりよ。おん、分かれへんねん。でも何が分かれへんねん。俺もリッター4系やと思てんけどな、おかんが言うには、初心者でもお手軽にキル取りまくれるらしいねん。ほなリッター4系ちゃうやないかい。リッター4系はね、初心者が急に担いで当たるもんでもないねん。上手い人に憧れて担いでみるけど、ポジション移動やエイムが難しくて、リザルト出た時に気まずい空気が流れんねん。みんなそれを乗り越えて熟練していくのよ。おん、他には何か言うてなかった？武器の正しい読み方がわからんらしいねん。リッター4系やないかい。リッター4系は読み方が 4K か 5K かわからんねん。でも 4LDK みたいなノリで一度 4K って読んでしまったら他の読み方ができなくなるのよ。リッター4K やん絶対。わからへん。わからへんことない。おかんの好きな武器はリッター 4K？ でもおかんが言うにはリッター 4K ではないって言うてた。あ、リッター 4K ちゃうやないか。おかんがリッター 4K ではないといえばリッター 4K ちゃうがな。そうやねん。先言えよ。ほんまにわかれへんがな。どうなってんねん。おとんが言うにはな。いくらけ飲んちゃうかって。いや、絶対ちゃうやろ。もうええわ。どうも、ありがとうございました。